全員が同じ熱量で思いでこのゴールを共有するもうこれが一番重要ですヘッドコーチとして侍ジャパンの WBC 制覇に貢献した白井さん講演会ではチーム全員で同じ目標を共有することが強いチーム作りの秘訣だと話しましたまた一流選手になるためには自ら理想の選手像やプレーを想像し 何が何でも自分はこういう選手になるんだとかね何が何でも勝つんだっていうその思いが強い人が最後は勝つと思いますんでやはりそこをしっかりいつもこう自分で意識することが大事だと思います白井さんは今後も定期的に講演会を開催していきたいとしています。